はようございます。今日はですね、歌舞伎町からちょっと離れたところなんですけど、まあ新宿ですね。今日はですね、やばいお店に行きますよ。やばいお店。やばいやつ行きますよ。一言で言うと、やばいよ。何回言うてんの？何回言うねん。今までたくさん YouTube でご紹介したお店とはまた一風毛色が変わった東京を代表するお店かな。今すごいハードル上げたでしょ。ハードルがすごい上がりましたね。今日はですね、特別ゲストがいます。日本を代表するファッショニスタと言っても過言ではないあの方が登場してくれます。じゃあちょっと行きましょうか。はい、こちらになります。こちらホテルアビスです。ホテルアビスそうそうそう、ここは、はい、ここはラブホテルなので、我々が行くところはちょっと違いますね。ちょっと違いますよね。はい、でも入り口がラブホテルの入り口だから下手すると私がゆうたくん連れ込んでるみたいになっちゃう。あちらにいらっしゃいます。遅いわよ。こちらです。遅いわよ。遅いわよって、もうすっかりなんかもう準備できてる。増井優くんになります。ファッションジャーナリスト。ジャーナリストです。ジャーナリストです。私の、そう、私の昔からの友達で世界中のコレクションを回ってきた戦友です。戦友でございます。そうです。で、来週から6月1日からまたコレクション始まるから、ロンドン飛んじゃうから、イギリス帰ります。このタイミングで撮れてよかった。で、今回その増井さんと、そう、一緒にフォーワイドって店なんですけども、はい、そっちに行こうかなと思ってます。フォーワイドよく好きだよね。フォーワイド好き。今、ね、日本で一番好きかも。ほら、それくらいすごいお店なんだよ。ファッショニスタが日本で一番好きっていうお店なんだよ。じゃあファッションチェックいきますか。ファッションからいきましょうか。じゃあ日本のファッションいきなり、うん、はい、その犬の何かしらはワンコセット。あ、本当だ、ワンコセット。ワンコセット、どこの。これアシュリー・ウィリアムズって、あ、イギリスの若手、うん、まあ若手じゃない、だいぶ中堅に入ってきちゃったけど。わかるわかる。ハートとかついてないですか。ハートパンツはナヌシカなので、これはエコレザーです。ーサステイナブルレザー。靴は中国のリーニンとコペンハーゲンのソーランドのコラボレーションの、うん、あとなんかね、この発泡スチロールみたいな素材ですごい軽いんだよね。伊藤さんはですね、ジョナサン・サンダース、トップスが。夏いね。夏いっしょ、うん、夏いっしょ。ちょっとユウ君に合うから、それちょっと意識してきました。で、パンツが、昔フォーワイドで買った古着のパンツですね。で、靴が普通のリーボックです。はい、早速行きたいと思います。こちらになります。こんにちは。どうも。藤田くんと舞子ちゃんです。はじめまして、藤田です。いや、元気な。元気です。元気ですか。で、コンセプト聞いてもいい？未完成、常にこうアップデートしていくみたいな。だからなんかこう、はい、店全体もなんか作りかけみたいな感じ。そんな感じです。お金なかっただけじゃん。はい、お金をかけなかった感じにしてます。あえて。じゃあどんなものがあるか、一押しのところを見てもいい？水産なんかにぜひおすすめしたいのは、うちがオープン当初からやってるマーティンローズですね。マーティンローズ。このブランドが一躍有名になったのは2017年とかぐらいですかね。あの、なんかバレンシアガがね、入れ替わった時のメンズのクリエイティブダイレクションにからかかかわってたことで、ちょっとその名が知れ渡るように、まあその後ナイキのコラボレーションの商品が出たりとかですね、一般の人にも名前が知れ渡るようになったインディペンデントブランドです。大まかなデザイン自体はレイブカルチャーとかのものは多いで、あとデザイナー本人がジャマイカミックスな感じですよね。なのでレゲエっぽいとまでは言わないんですけれども、そういう背景を感じる商品が多いのと、70年代を少しこうパロディしたじゃないけど、今風にアレンジした、これもエアブラシに変わってるし、シンメトリーじゃない。あ、でもここ、ここがすごく短くて本当だ、長いっていう、こうちょっとしたギミックはあるわけですね。はい、 T シャツとかもそういうのが結構多いです。ザッツマーティンローズ、これぞっていう、少しずつマイナーチェンジしてたりするんですよね。 2,3 年前だとこのプリントが反転してたりとか。あ、してた、してた、してた。じゃあコレクションしたくなっちゃうあれですね。ちょっとね、もう品数少なくなってきちゃってるんですけれども、エイティーズっていう、こちらもうちのオープン当初からお付き合いのあるスウェーデンのシューズブランドなんですよ。フットウェアブランドだったんですけど、はい、から徐々にプロダクトのレンジが広がっていって、ジーンズが出て、ウェアが出てっていう。元アクネ、元アクネの、そうです。あ、そうなんだ。そうそうそう。こういうセットアップとか、これ何、ヘビ柄？え、超いいじゃん。最近出たモデルだと、こういう変わったソールのものが、ちょっとモデル名がいろいろあるんですけど、フグっていう、まあ見たまま日本人から、はい、色も言われてみると、はい、毒はないようなので。毒はないよ。履いても大丈夫。大丈夫。ま、毒は回りません。
このもうガンダムの足みたいなね、うん、すごくないほら僕の顔と比べないエイティーズといえばこういうそうですねボリューミーって感じの靴あれエイティーズだよねそうです結構スニーカー以外にも革靴の展開があって、あこの後ろにこんなベロベロついてんだねそうですでこの紫が、まあブランドのシグネチャーというかどのシューズにも大体こう紫あ本当だ本当だ全てについてるはい、シュリー・ウィリアムズです。あの方がいらっしゃる。今いい感じのパスつないよね。猫バージョン。犬の次は猫みたいな。ああ、なるほど。シーズン違うってこと？シーズン違う。これね、この前の秋冬、うん。こういうのもあるよ。それでもかわいいかも。来たらかわいさそう。女子のお客さんには結構絶大な支持を誇るブランドの一つですね、うん、なんでそんな人気なの？色使いとかがですかねうちのお客さんはやっぱちょっと派手めなのが好きな女の子が結構多いので可愛くてパンチのあるものっていうところですかね、はい、この色味をこうロンティーでこのぐらい出せるのもすごいと思うし、うんうん、いつもこういうグラフィックとかも結構、うんうん、値段もいいよねアクセスしやすい値段いい値段どれくらいこれで2万円です、ねはいうん、いい今このタトゥー柄っていうのが結構流行ってて、うんうん、私もタトゥー柄履いてるんですけど、うんうん、アシュリー結構早かったかなって感じです、うん、なんかヘアピンとかもすごい人気なんですけど僕今日ねイヤリングやってんだよなあこれすごいあファックそれだったんだそうそうそうイヤリングがもともとすごい流行ったのよ、うんうん、ヘアピンに移って今もういろんなブランドがヘアピン作ってますけど、うん、じゃあアシュリー・ウィルアモズを見れば次のトレンドは分かるという言っても過言ではないかもですあとどこ行こうそうですね。ガニーとかもおすすめしたガニー女子はガニー今一番ヘッドトーというか全部あります、うん、なんだろうカバンもあればスイムウェアもあって、うんうん、生活雑貨じゃないけどそういうものまで手広く商品数がものすごくあって、はい、ハッシュタグガニーガールズが海外のインスタグラマー全然気づいたかったはい、つけてるちょうどいいんだよね、はいあの値段帯もちょうどいい。ちょっと穴が開いてます。どっか。ちゃんと環境に配慮した商品も結構作ってて、サステナブル系の商品を作ってるものにはちゃんとリサイクルポリエステルですよって表記が。北欧って早い気がするそこら辺。早いです。ねえ、はい、生活の一部になってるし。ここもトレンド早いよね。大きなカラーとかも早かったもんね。うんうん、今日の動画めっちゃなんかトレンドを知りたいあの業者さんとかにはいいんじゃないですかトレンドセミナーになるんじゃないかくらいにとりあえずフォーアイドに来てくださいで、はいブランドチェックするといろいろ半年先1年先が見えるぞブランドチェックして買うとですあ買う大事大事さあ次何見ますじゃあ新しいところだと最近扱ったブランドとか小物もおすすめしたいですよね、うん、見たいこちらもイタリアのミラノのブランドなんですけどデザイナーの女の子は韓国とイタリアのハーフの女の子で、うん、最初このブランドが流行ったきっかけでこのバロックパールっていうあのいびつな形のパールのジュエリーがこう今結構トレンドにあるんですけどで今コロナ禍を経てなんかこういうフォーヨーヘルスとか CBD とかちょっと薬局系ですか心が安らぐようなはい、じゃあこれは心が安らがない心電図みたいなもの心電図もありますこの13は13は悪魔数字です全然心安らがない休まる人には休まるってあなるほどね、はい、あのデーモン画家とかねここはさちょっと話変わるけどさ、はい、一緒に同時に働いてたことはあるの大阪でそうですね先輩になるんですそうそうそう、はい、あの私の前のいたストリートっていう編集部があってそこで働いてて私は東京で撮ってて、うん、藤田くんは大阪で撮ってたなんか同窓会みたいな感じだよね今日そうだね僕も長いこと知ってるしそうですねまあ、全体的にファッションウィークではお会いする、うんうんまあ飛びました、はい、いやいやありがとうございますあとは、はい、夢という靴オランダですかオランダだサステナブル素材を使って作っているビーガンシューズ
このフリップフロップで15,000円。あれ値段帯にも配慮が。これをなんか結構日本の文化に影響を、まあ、ブランド名もそうですけどね、はい、まあ日本大好きなデザイナー。その他にじゃ北欧系というと、というとソックス、ソックス SSS、これソックス、ソックス SS、 もう靴下、靴下ですっていうね。なんか 100% コットン使ってて、うんうん、まあこれも環境に配慮してる、パッケージから全て再生紙を使って、うん、なるほど。これでいくらくらい？それで4,000円ぐらいですね。はい、プレゼントとかちょうどいいかもしれない、ね、ちょうどいいです、ね、サステナブルは必要ですね。ちょっとマストになってくるよね。でもこの店サステナブルがあると思ってなかったんです作りとかサステナブルじゃない。藤田くんとさ、ゆうくんこれ被ってなかった。そうなんです。今日も被ろうか迷ったんだけど、これ何なの、これ何なの。マリア平松さんっていう彼女の、あのブランドです。ウェアも展開してるんですけれども、うちではニットのアクセサリーのみを展開してるっていう感じで、特に帽子がかわいい。かわいい。しのさんめちゃくちゃ似合ってます。今日似合ってる。色が合ってるもん、大体マッチングやん。確かに。あと古着も扱ってんだっけ。古着はちょっとこのコロナ禍で海外に行けなくなって、本当にごく一部っていう感じですね。探さないとないぐらい。ちょっと混ぜてるぐらいですね。混ぜてんだ、うまく。もうこれなんかメキシカンパーカーで結構古着代表するようなね、ポピュラーなアイテムなんですけど、物量は今少ないんですけど、ちょこっとは今もやってます。これであれステファニーティヘラの、わかります？ブランドのデザイナーとセールスの男の子、フォトフレームがついてるベルト。この写真はついてくるの？ついてきます。あ、そうなんだ。でこれ誰？入れないとどういう役割でこれがあるのかわからないから、入れてほしいっていうリクエストをしたら、彼女の子供の時の写真を入れてくれるようになった。あんたたち2人の入れときゃいいじゃん。だからここで撮らせる。私たちこれやってた、ね、気持ち悪いでしょ。せっかく写真撮れるんだからさ。あれなんであんの。あれなんなの。なんであんの。まあ、きっかけは去年の4周年記念の時にキーホルダーを作ったりしてたんですね、うん、来たら誰でもやれるの。はい、ゆくんやる。やるよ。やる。じゃあちょっとこの帽子でやってみます。視聴者さんプレゼントにしようか。いいですね。いるかっていう。いいですね。めっちゃいいじゃない。絶対欲しい人いますよ、はい、できました。まいこちゃんが作ってくれました。これがホワイド。たらーん。顔なんか顔これいつもの表現ですよね。ですよ、うん、これがデフォルト。ぜひあのこの2人のキーホルダーが欲しい方はあのコメント欄に書き込んでおいてもらえたら嬉しいです。ちょっとゆうたくん、あの誰も書き込んでなかったゆうたくん書き込んでおいてもらいました。翔さん、はい、今日のなんかこう気に入ったアイテムとかってありますか。これ言わなかったらダメだね。これっしょ。これかぶってるしな、ね、ゆうくん誰が一番。どれだろう。これ持って帰ろうかな。あ、うん、これは多分1980円くらいで売ってます。1キッパ。じゃあ皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。次回はですね、スタイリング、こういう結構癖の強いアイテムが多いからこそどうやって着たらいいかなって分かんない方も多いと思うんで、その時にこの2人がね、全米が泣くスタイリングをねしてもらえると思うんで、ぜひあのご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。このチャンネルではファッションを中心に私が気になるあらゆることをお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画こちらになります。そしてチャンネル画面にベルのマークがあると思うんですけども、そこを押してもらうと新しい動画がアップされた時に皆さんにお知らせが届くようになっているので、ぜひそちらも押してみてくださいね。